沖縄戦の劇の創作に取り組んでいるのは京都市立唐久中学校の生徒たちで修学旅行の平和学習を通して沖縄戦の残酷さや悲惨さを肌で感じ劇に生かそうというものです生徒たちは今月6日に宜野湾市の佐喜間美術館で日本画家丸木夫妻の描いた沖縄戦の図の解説に耳を傾けました 続いて沖縄戦の激戦地となり京都,京都出身の犠牲者も多く出た柿津高台公園を訪れ犠牲者を追悼する京都の塔の前で平和を祈念し黙祷を捧げました生徒たちは今回の平和学習を通して思ったことや感じたことをセリフに生かし今年9月に開催される文化祭で創作劇を発表するということです